バイクとカメラの生活のコウスケです。今日はですね、以前、ローパスバッフルを取り付けたという動画を前に上げたんですけど、その時ですね、取り付けてみたんですが、ローパスバッフルが、径がですね2インチなんですよ。大きくて、一番大きくて、でやっぱ取り付けると、このバースのショートショットに取り付けると若干ね隙間が空いてたんで、これちょっとどうにかしたいなとずっと思ってて、でまあなんか要請すればいいかなと思って探したんですけど、なかなか出物がなくてですね、つい最近やっとメルカリで、バースの、ノーマルですね、ノーマルのバッフルが安く出てたので、それを購入しまして、業者さんの方で溶接をしてもらってきました。もうね、心よく受けてくれた業者さんがいらっしゃって、今それを取り付けて今試走してる感じですね。どうですか音、こんな感じです。いや、だいぶねやっぱねいいですよね。高音がやっぱなくなって、前にちょっとやっぱ隙間が空いてた時よりも、なんかやっぱいい感じに、こもった感じでいい感じになってます。ちょっとね動画だと分かりづらいかもしれないですけど、いい感じです。で今回、頭とお尻両方ともカットしてもらって、それを溶接してもらいました。業者さんはね、高円寺にあるリバティさんというところの、お店でねやってもらいました。ディーラーの方にね実は紹介してもらって行ってきまして、いや本当もうね心よく受けていただいて、いや本当嬉しいです。ちなみにコーチンは前に上げた動画、あそこの3分の1です、ね、もうあそこの業者さんがね、まあまあやりたくなかったんだろうなと、ね、いうところなんでしょうね。忙しいだろうし、まあまあそんな感じだと僕は思ってます。で今試走してきて、走ってるんですけど、これグラスウールをちょっと巻こうかなとかちょっと思ってるんですよ。ちょっとそれでもやっぱ音量は変わらないので、音質は変わるんですけど音量変わらないので、今回グラスウール巻こうかなとかもちょっと思ってるんですけど、まあちょっと悩んでます。ちょっとこの生音聞いて、まあうるさいはうるさいんですけど、いや結構なんか走ってて気持ちいいんで、でこのトンネル入ると余計音が分かるかなって気はするんですけど、いやどうしようかな。一応ね一回グラスウール巻いてそれでも試してみようと思います。まあ、大したためじゃないんでね、一回巻いてみてそれと聞き比べて、グラスウールありかなしかね、いい大人なんだからグラスウール巻いた方が本当はいいんですけどね。まあ、そんな感じで、ちょっとやってみようかなと思います。今走った感じだと全然気持ちいいです。本当走ってる気持ちです。ちょっとね今夜なんで、すいません、これ本当こんな暗いところ走っててちょっと見えづらいかもしれないですけど、そういう形で、とりあえずローパスバッフルをちゃんと取り付けたよっていう動画でした。で多分次回はねそのグラスウールを巻いて毎回ちょっと試しそうかなと思うので、それはまた次の動画でね、紹介しようかなと思います。
本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。この動画もしねいいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタグラムやってます。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。